こんにちは。今回はこだわりのエルクヘアカリスを巻きます。このフライは私が小学校の時に釣り具屋さんで見て釣りに興味を持ったきっかけとなったとても思い入れの深いフライです。今まで数えきれないほど巻きましたし、たくさんの魚を釣ってきたフライです。フライフィッシャーのボックスには必ず入っているような定番中の定番のドライフライです。2023年シーズンは5月下旬から9月いっぱい禁漁まで、このフライだけを使って浮力、耐久性、視認性、ドリフト性能、そしてより釣れるフライを目指してプロショップでエキスパートの方にいろいろと教えてもらったり、自分でこうするといいのではないかと考えたり、雑誌を読んだり、ネットで情報を集めたりしながらいろいろなパターンを作って川で実調、試行錯誤してきました。こちらがもうかなり前ですね、数年前に巻いたエルクヘアカリスですけども、まあ今見るとちょっと雑な感じに見えます。そこからですね、ウイングの量だったりですとか、あとはハックルの巻き方だったりですとか、あとはですねマテリアルもいろいろこう試行錯誤しながら釣ってまた巻いてという感じでやってきて、今ですねこんな感じで、自分の納得がいくエルクヘアカリスが巻けるようになってきました。特にですね、日が出て気温が上がって虫が出始めるタイミング、朝9時以降に釣れ始めることが非常に多かったです。毛針はですね沈めた方が釣れると思ってたんですけれども、浮かせた方がよく釣れる時期やタイミングが多くあることに気がつきました。その中で生まれた私のエルクヘアカリスのタイミング、さらにですねドライフライの釣りには欠かせないフロータントですね、浮力剤、こちらを、浮力を維持するための効果的な使い方をご紹介いたします。では実際にフライを巻きながらマテリアルや道具もご紹介していきます。まずフックですね、TMC の 103BL の13番です。細軸のフックで軽くて刺さりが良くて、バーブレスなんですけれどもバレにくくて、釣った後はすぐ外せるので魚へのダメージも少ないです。13番というフックサイズが大きすぎず小さすぎず、視認性も良くてとても気に入っています。では下巻きをしていきます。80のブラック、これですね、ビーバスというメーカーのスレッドですけれども、これすごく強いスレッドです。で、普段点からの毛針巻くときですね、60っていう太さ使ってるんですけども、それよりも少し、細めのスレッドになります。60ですとフライ自体が重くなってしまうのと、スレッドが太いので毛針が厚くなってしまいますし、逆に細すぎると締め込んだときに切れてしまうことが多くなったりですとか、細い分巻き回転数も多くなったりしてしまうので、カリスを巻くときは、この太さ80を使っています。TMC のセラミックボビンに取り付けています。ここがセラミックでできてます。では巻いていきます。で、この頭の方から巻いていきます。よいしょ、しっかり力を入れて、で、このフックのカーブが始まるところまでですね、この辺まで巻いたら OK です。よいしょ。次にハックルですね。ドライフライのハックルにはですね、こちらのコックネックと呼ばれるものとコックサドルと呼ばれるものを使いますけれども、おすすめはですねこちらのコックネック、この方が張りがあってですね、より浮きやすいので、おすすめです。私はですね、このホワイティングのハックルを使用しているんですけれども、これですね、使える部分が非常に長いです。これ1本でですね、3本から4本巻くことができます。で、この根元をですね、むしって、こんな感じですね。で、ハックルの裏側を上にして、こんな感じで取り付けます。
な感じですね。次にボディ剤ですね。スーパーファインダブと呼ばれるですね、ドライフライ専用のダビング剤を使用します。こちらですね、フライライト。この繊維の感じがですね、非常に好きで気に入っています。ブラックです。これをですね、まず少量取りまして、で、ここでですね、この繊維をこんな感じで切ります。はい、切って、今こうですね、こっち向きの繊維ですねの状態で、まあちょっとずつこんな感じですね、もうちょっとずつ、まあ薄くつけるっていう感じですね。で、巻いていきます。で、このハックルの後ろ側ですね、ここに1回転するといいです。で、こんな感じね。で、ここはですね、かなり、力を入れて巻いていきます。だいたいこの、まあボディが厚くなりすぎないようにですね、かなり力を入れて巻いてます。で、もうちょっと巻きたいので、もうちょっと取りますね。もうちょっと取って、もう一回繊維切って、で、薄く寄り付けます。はい、感じかな。これで多分大丈夫かな。よいしょ。で、頭の方ですね、このぐらいは残しておきます。はい、こんな感じですね。ボディがですね、結構細くても、水中から見るとしっかりと虫の体に見えてます。で、今ですね、ちょっと寄ってみますね。細かく切ったので、ここがですね、繊維が短くなってるんですね。で、これで、水切れがまずいいのと、あと微妙なんですけども、まあ、これで水を掴んでくれるというか、このハックルの細かいバージョンみたいな感じの役割も果たしてくれるんじゃないかなというふうに考えています。はい、で、ここでですね、ドライフライには欠かせないフロータントなんですけれども、主に2種類あって、ですね、それぞれ効果が違います。で、こちらのジェル状のタイプは撥水、水をはじく効果ですねがあってですね、で、こちらの、まあ、パウダー系のものは、これ強力な乾燥剤の役割ですね、毛針を乾かす効果があります。で、この2種類のフロータントを組み合わせることで浮力が、維持できます。でですね、まずこちらのジェルフロータントですね、まあ、下地のフロータントって呼んでますけれども、これがフライにしっかり効いているってことが大事ですね。だけど、これつけすぎると、まあ、毛針自体が重くなってしまって沈みやすくなってしまいます。よくですね、これ指に出して伸ばしてつけるんですけれども、例えば夏場ジェル出そうとして、こうドロドロに溶けたフロータントを出しすぎてしまうっていう経験もあったりですとか、あと逆に寒いとなかなか出てこなかったりとかします。で、フライ全体に薄く均等につける方法はないかと考えて、いい方法を思いつきました。で、今回ですね、タイイングしながらこのフロータントををつけていきます。で、一般的にジェルフロータントとして売られているもの、私は、ガーキギングを使用していますけれども、多少粘度の差はありますけれども、性能はほぼ同じだと思います。で、ここでですね、ちょっと話がそれるんですけれども、
まあ、理想の毛針の置き方として、ある程度こんな感じで、ハックルが水を掴んでほしいんですね。まあ、虫の足がこう水面に適度に絡んでいる状態のイメージ。で、この方が思ったようなドリフトがしやすい。毛針が筋を流れてくれるように感じます。でですね、例えば、こういったですね、まあ、自転車用のグリスなんですけども、まあ、これフロータントとしてはすごくよく効きますですね。ただこう効きすぎるとこんな感じで、まあ、水面に高く浮いた状態ですね。で、こうなると、まあ、ちょっとした波の影響を受けやすかったりですとか、まあ、風で浮き上がってしまったりですとか、あとはですね、一番は、ちょっとお魚ちゃん。こう、魚が食べに来た時に、まあ、水面にこう弾かれてしまうっていうような、パシャンと出るんだけど、こう、食えてないみたいなことが結構多かったですね。あとですね、こう、まあ、水中から見た時に、まあ、虫っぽさっていう面で、まあ、ちょっとこう絡んでた方が、まあ、虫っぽく見えるのかなっていうことも思います。まあ、ですので、まあ、一般的なこういったものでいいかなと思います。まあ、ただですね、まあ、とにかく、まあ、浮かせたい。まあ、浮いていれば何でも食ってくれるような状況だったりですとか、あとは落差の大きい場所だったりとか、まあとにかく浮かせたいという時はですね、こちら、こんなもう超強力な、まあ、浮くタイプのものも、まあ、使ってもいいかもしれません。はい。で、それをですね、まあ、指でつけるとつけすぎちゃうので、これがですね、まあ、切手用の、これ、ピンセット。まあ、ホームセンターで売られているものなんですけども、もうこれに、ここにフェルトを、つけてあります。で、これにですね、このジェルフロータントを、まあ、ちょっと、つけて、こう、なじませます。ちょっとお魚ちゃん、よいしょ。で、これで、この時点で、こうすると、ハックルの、こう、根元から全部ですね、つけれますし、あとはこのボディも全体的にやって、ちょっと指でちょんちょんちょん。こんな感じですね。はい。で、よいしょ。では、ハックルを巻いていきます。ではですね、ハックルプライヤーと呼ばれる道具です。こんな感じかな。で、これで巻いていきます。1回、2回、3回、4回、だいたい、まあ、5回転から多くて6回転ぐらいで、まあ、ここに、このポイントですね、来ます。で、ここでですね、スレッドでしっかり留めます。こんな感じ。で、カットしますけれども、この時にまあスレッドを切ってしまわないように注意してください。こんな感じですね。で、このハックルの、まあ、ファイバー、この毛の長さですけども、このゲイプ、この幅ゲイプっていうんですけども、ゲイプと同じか、まあ、このくらいまでですね、ちょっと長いくらいまで、ゲイプの1.5倍くらいまでにしておいた方がいいです。これ、長すぎるパターンも巻いたんですけども、まあ、毛針のバランスが崩れちゃって、ちゃんと流れてくれなかったので、まあ、これくらいに留めておいて、た方がいいかなと思います。次にエルクヘアなんですけれども、カウエルクのブリーチを使用します。で、ブリーチ加工してですね、色を白くしているんですけれども、まあ、カウエルクは、メスの、まあ、エルクって鹿の種類なんですけれども、若いエルクなのか、それともおばあちゃんのエルクなのか、また
お腹の方なのか背中の方なのか、でまあ毛並みも違いますし、同じメーカーさんの同じ商品でも、まあ、一個一個違います。まあ、ですので実際に釣り具屋さんで見て、まあ、加工が上手にされているものと、あと一本一本がですね、しっかりしていて油が抜けていないもの、そういったものを選んで購入しています。で、大体ですね、切り出すんですけども、大体ですね、25本から30本ぐらい。空中でやってるので難しい。はい。こんな感じで。で、こう見ていただくと、ちょっとかなり大きく切っちゃいました。産毛のような、綿のような毛だったりとか、あと短い毛をこんな感じでこう取り除きます。で、あとですね、専門の櫛みたいな道具があるんですけども、私はこれ100均の、犬猫用の飲み取りブラシ。これで、こんな感じでやると、取ることができます。で、次に、これですね、スタッカーと呼ばれるものですね。毛先を揃えるためのものです。これですね、ストーンフォっていうイタリアのメーカーさんのスタッカーなんですけれども、ここがですね、プラスチックでできているので、ここに引っかかることがなくてですね、さらに底がゴム製で、机を傷つけることがないですし、しっかりと重りが入っているので、少ない回数でしっかりと毛先を揃えることができます。で、この、まあ、毛先を下にして、ここ入れますね、こんな感じ。で、ここで、トントンと。で、こう斜めにして揃えると、叩くと、まあ、毛先の癖なんかも取れます。で、今この左手の本体の方を、こんな感じで、抜くと、こう揃ってますね。見るかな。で、これをこのまま抜いていきます。はい。こんな感じですね。で、よいしょ。こんな感じですね。で、つけるんですけれども、まあ、長さとしては、だいたいこの針のお尻と同じか、まあ、ちょっと出るくらい。で、左手で、押さえますね。で、スレッドを巻くんですけども、1、2、3回。ここまだ締め込んでないです。軽く巻いただけです。で、次、右手で持ち替えます。で、ここですね、しっかり、こう、手に力を入れて、押さえながら、このスレッドをギュッと引っ張ります。これ、すごい強いスレッドなので、思いっきり引っ張っても、全然切れません。こんな感じ。で、ここでしっかり止まってます。で、さらに力入れて、3、4、4回から5回ぐらい、しまいますね。で、こうすると、まあ、ヘアが下に行かずに、これきれいにつきます。で、こっちですね、ヘッドの方も巻いて、で、もう一回起こして、1、2、で、もう一回こっちで、1、2回。これで OK です。で、最後ですね。ハーフヒッチャーで、こう持ってきて、この頭のところで、ギュッと。2回から3回ぐらいですね。止めとけば、これで OK です。はい。で、このままでも大丈夫なんですけれども、ヘッドセメントだったりですとか、あとは、私はこの
100均のですね、瞬間接着剤のゼリータイプ、これ使いますけれども、まあ、ちょっと垂らしてにくいかな、まあ、ニードルの先ちょっとですね、つけて、でこの上から押さえるとこのヘアの根元が硬くなってしまいますし、こっちにつけるとこの藍を、まあ、潰して糸通らなくなってしまうので、まあ、この横ですね、サイド、ここにちょんと、まあ、つけて、置けば、大丈夫ですね。で最後、このこっちのヘアをカットしますけれども、まあ、これ束ねといて、このぐらいかな、一発で切るとこんな感じですね。でこの下も、まあ、ギリギリで切ってもいいんですけども、まあ、ほどけない程度ちょっと残して、まあ、切るようにはしています。はい、これでよいしょ、今巻いたフライがですね、こんな感じ、ね、エルクヘアカリスの完成です。でまあ下の、まあ、このハックルカットする、パターンもありますけれども、まあ、私は基本的にはカットせずに使って、まあ、もし現場でですね、まあ、バランスが悪かったりとかなんか不具合が出ればちょっとカットすることもたまにはあるけど、ほとんど、このまま使ってます。はい、こんな感じですね。よいしょ。で、エルクヘアカリスの場合はフライ全体にフロータントを効かせたいので、まあ、このエルクヘアの部分にもフロータント塗っておきます。でタイイングしてから 1,2 ヶ月時間が経って使用してもこの下地のジェルフロータントはちゃんと効いてました。で今ラインを結んできたんですけれども、釣り場ではですねこの状態でドライフライフィッシングします。使ってで特に魚を釣った時なんかは、次使おうと思うとこう沈みやすくなってしまいますので、その時はまずですね、このついてる水気を拭き取ります。これフライカチーフですけども、こういうので軽く水気を拭き取ります。まあなければティッシュでもタオルでも何でもいいです。で軽く水気を拭き取ったらドライシェイクですね、蓋開けて、で糸ついたまんまこう入れますね。蓋閉めて、そしてシャカシャカシャカと振ります。でそうするとどうなるかっていうと、こう真っ白になって戻ってきます。でこの状態のまんま使うと、今度は皮の水をですねこのドライシェイクが吸って沈みやすくなっちゃうので、この状態から吹いて今の粉を飛ばします。でこの状態で、フライは乾いた状態だけど最初に塗ってある下地のフロータントはまだ効いている状態になりますので、でこれでまたしっかりぽっかりとですね浮くようになりますね。はい、でもまあ何匹か釣ってると、まあ、しばらく使ってるとまたどうしても沈みやすくはなってしまいますので、その時はまた新しいフライに、まあ、ライン交換の意味を込めて、変えて、でまた完全に乾いたらこの子は次の釣りで使うようにします。はい、以上が、私のエルクヘアカディスのタイイングとフロータントの使い方です。最後までご覧いただきありがとうございました。